ね。春らしくて。私が植えた桜です。毎年見に来てます。自分で植えたので。今はちょっと母亡くなってしまったんですけど、母と一緒に見に来たことも思い出されるし、この時甥っ子も一緒に植えたんですけど、甥っ子の成長なんかも感じたりして、桜を見るとそういうことも時代時代で思い出したりしますね。改めて自分植えた桜にね、今声かけてあるとすると何ですかね。これからも頑張ってっていうことですね。うん、私も頑張りますっていう。